ロードを紹介するにゃ。どんな物語か気になるにゃ。って、ルイージ？恐ろしい力を持った伝説のラケットをめぐって姿を消してしまったルイージを救うためマリオが冒険に出発するんだにゃ。弟を助ける旅、兄弟愛ってやつね。マリオは森や海、雪山などマップを移動しながら立ちはだかるミッションに挑むんだにゃ。これはドンキーコングとのテニスバトルね。あ、パックンフラワーが出てきた。って、嘘でしょ？ボールが食べられちゃった。こんな感じで仕掛けいっぱいのコートでのテニスバトル以外にもパックンフラワーを狙い撃ちでどんどん倒すチャレンジや相手の取れない場所にボールを返すリターンエースチャレンジなどいろんなミッションが盛りだくさん。冒険を進めるにつれてマリオテニスの基本も身についていくんだにゃ。やった、ミッションクリア。ミッションをクリアするとマリオがパワーアップしたり新しいラケットが手に入ったり冒険を有利に進めることができるんだにゃ。そしてわわ、ボスまでいるの？一味違ったテニスが楽しめるストーリーモード、ぜひ楽しみにしていてほしいにゃ。